アリタリア航空404便墜落事故は1990年11月14日にディナーテ空港発中立ヒ国際空港行きだったアリタリア航空404便が中立ヒ国際空港近郊のバイアッハの森に墜落した航空事故である。乗員乗客46人全員が死亡した。スイスの調査委員会はナブレシーバーの短落が墜落原因だとした。 パイロットは故障に気づかず正しい経路を飛行していると考えていた可能性が高いと推測された。また委員会は副操縦士が着陸復興を行おうとした際に機長が静止するというクルーリソースマネジメントの欠如などを指摘した。最終報告書ではいくつかの大きな改善が要求されさらなる勧告が行われた。アエロトラスポルティイタリアーニでの運用につく。 自己機事故機のダグラス DC-9 から32は1974年に47,641として製造された。当初はアリタリア航空の子会社であるアエロトラスポルティイタリアーニに納入されたが、1988年10月にアリタリア航空へ移籍し、墜落までに43,400サイクルの飛行を行っていた。また、 墜落の10日前に検査が行われていた。404便には40人の乗客と6人の乗員が登場していた。乗員はパイロット2人と客室乗務員4人で構成されており、乗員は全員がイタリア人であった。乗客の多くはミラノの工業地帯で働く労働者で、他に沖電機工業の2人の日本人従業員も含まれていた。 機長は47歳男性で総飛行時間は1万時間を超えていた。副操縦士は28歳男性で飛行経験は少なかった。中立飛国際空港の滑走路14への着陸侵入中にナブレシーバーの故障により、計器が5表示を起こし、実際の高度よりも1000フィート高く表示されていた。副操縦士は着陸復興を行おうとしたが、機長はこれを制止した。 セット19時11分に機体はスタドラーバーグマウンテンの1660フィート地点に衝突し乗員乗客46人全員が死亡した衝突時に右翼が木々に接触したため右側のフラップや右主翼が脱落し非対称な揚力により機体は右に大きく傾き始めほぼ裏返しの状態で墜落した消防と警察が墜落現場に派遣されたが 火災の勢いが強く、沈下までに1日を要した。目撃者によると、機体は火山のように燃えていたという。404便の出発地であるリナーテ空港は、遺族たちのために危機管理センターを設置した。スイスの航空事故調査委員会は、墜落の1時間後に知らせを受けた。少なくとも80人以上の調査委員が派遣された。また、 イタリアの内務大臣であるビンチェンツォ・スコティは、アメリカの国家運輸安全委員会と連邦航空局を調査に加えた。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの両方が事故現場から回収された。墜落直後、目撃者たちは404便が地表に衝突する前に爆発していたように見えたと証言した。スイス航空管制局のジョセフ・マイヤー報道官は、 記者会見でテロの可能性も視野に入れて調査を行うと述べた。イタリアの報道機関によると事故当時現場付近は雲に覆われ大雨が降っており視界が悪かったとの報告があったという。しかしスイスの調査官は空港付近は軽い霧雨が降っていただけで視界は良好だったと話した。 調査官は11月16日に事故機は侵入経路よりも900フィート低く飛んでおり、機長は無線ビーコンに従っておらず、経路を逸脱した、と発表した。この発表では事故機が異常に低く飛行した理由については不明だった。副操縦士は墜落前に着陸復興を行おうとしたが、機長が制止した。調査官とマクドネル・ダグラスは、 もし復興を継続していれば、墜落は避けられただろうという結論を出した。調査の結果、機長は、副操縦士の操縦や操作に不満を持っており、機嫌が悪かったと判明した。その結果、副操縦士への信頼が欠如し、致命的な決定を下してしまった。四百四便が衝突したスタドラーバーグマウンテンは、滑走路から十分な距離があったため、ICAO の基準では、 航空障害等の設置は不要だった。しかし、標高が2090フィートあり、夜間では見えづらいため飛行に支障をきたす可能性があった。この問題については、1976年からスイス航空と空港当局、連邦民間航空局との間で議論がされていた。コックピットボイスレコーダーによると、パイロットたちが雲に隠れた山を探していた様子はなかった。 水平状態指示器の例、事故機では左右にあるグライドスロープの上下方向を示す印が誤って表示されていたブラックボックスの記録はアディト氏はグライドスロープを補足していたことを示している。しかし補足した時点で実際には適切な飛行経路から1300フィートほど低い高度を飛行していた。調査官はナブレシーバーでは グライドスロープ上を飛行していると示されていたことを発見した。機体がグライドスロープを外れて空を飛行していたにもかかわらずすべてのナブケーキは適切に飛行しているよう表示されていたことを明らかにした。この時点では調査官はケーキに何の欠陥を発見していなかった。マクドネルダグラスは1984年8月24日に発行した。 ナブケーキについての試験、不具合、故障についての通達を調査官に渡した。試験結果は飛行中にナブケーキが誤った表示をする可能性を示していた。設計上、故障が発生した場合に赤いフラグがケーキに表示されるべきだが、実際には表示されなかった。この通達は、同型のナブケーキを搭載している DC-8、DC-9、C-9、DC 9 C 9 MD-80 を保有するすべての航空会社に送られていた。マクドネルダ・ダグラスは1985年にカリフォルニア州ロングビーチにおいてナブケーキの欠陥についての説明会を開いており、アリタリア航空から3人が出席していた。しかし、通達と説明会での内容はどちらともパイロットたちには伝えられなかった。そのため、 404便のパイロットたちも欠陥による誤表示が起きうることを知らなかった。ドラムポインタコード系の例コ機は旧型のドラムポインタコード系を搭載していた。このコード系にはいくつかの欠点があり、例えば針の位置によってはコードを読みづらいといったものがある。アメリカ空軍は訓練や報告書でこのコード系の問題を指摘していた。 以前から高度系の誤読による事故は発生していた。NASA の調査によるとアメリカのパイロット169人中137人が誤読をしており、134人は別のパイロットも誤読をしていたと述べた。85%のパイロットは操縦中に2度以上誤読をしたといい、多くは着陸侵入中に起きていた。その後、 この調査はパイロットからの証言に基づき、いくつかのことをまとめた。高度計の誤読が404便のコックピットでも起こった可能性が指摘された。機長は高度計を誤読し、標高2650フィートにあるアウターマーカーをわずかに下回って飛行しているだけだと考えていた可能性がある。そのため、高価率を緩めれば滑走路にたどり着く前に誤差を、 修正できると考え、副操縦士の復興操作を制止したと思われる。調査委員会は、同様の事故が起こらないよういくつかの勧告を出した。着陸侵入中の機長と副操縦士のコミュニケーションについて規則が改定されたほか、ドラムポインタコード系の誤読についても指摘された。最重要事項は、新規則では、 一度着陸復興を開始すると、開始したパイロットの階級に関わらず、復興を中止させることは禁止されたことである。事故後、いくつかの改定が行われた。報告書でも推奨事項が示された。アリタリア航空は、ローマ・フランクフルト船で404便という便名を使用している。ありがとうございます。